どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。また幻を見ている。しかしこれは過去なわけだな。あまり気の長い方ではない。これ以上煩わせるなら命の保証はできんぞ。俺の命に変えても妻と娘は守ってみせる。その覚悟やよし。だが、おお、ヒルザ、お父さん、あなた、おお、やめて、どうして、どうしてこんなことするの。娘を返して。消えろ。同じガジュマとしてせめてもの情けだ。私に話って何？迷惑なんだ。俺はお前の訓練担当を命じられているだけだ。え？どういうこと？アーフなんかに好きになられても俺は困るってことだよ。だからそういう目で俺を見るな。わかったな。私は、こんな角があるから、どんな理由があるにせよ、親からもらった大事な命を軽々しく捨てようなんて。俺は許せねえんだよ。どうしてだ。ハーフの何が悪い。あんたには分からない。どちらにも石を投げられ続けた私の気持ちがあんたに分かるわけない。ハーフなんかに生まれたくなかった。何なの、ハーフって何なのよ。誰も受け入れてくれなかったくせに。なのにこの体を捨てたいって思っちゃいけないの。私は何者なの。うわぁ、ヒルダ、試練なんかに負けるな。分かってるわ。辛かった過去もあったんだな、ヒルダニアと。マインドエメラルド。まあこれは美味しい。さあなんだこれは。あ、よいしょ。電気をつけ、調べる。移動しますか。おー、なんだ。へえ、こんなのがあるんだ。よいしょ。あら？変な方向に向かってんな。こういうことかな？位置が悪い。こうか。違う。こう。これ、外れか。ってことは、こっちかな。ここで撃てない。ここなら撃てる。ん？なんでこんな変な動きしてんだ？一体。ちょっと、おい、移動しますか。戻ってくる。あ、こいつに当ててみよう。あれ？もう、ダメか。これ難しいな。なんか、移動しますか？はい。で？おい。これ届かないよね、これ。あの弾に当てりゃいいのかな？どっからなら届くんだ、これ。あ！おい。こうかな？この角度から撃てば。あ、全然違うわ。何かが、バカみたい。どうして私、角を折ったりしたの？ハーフで亡くなるわけでもないのに、
バカみたい。ナイラさんにも角がありましたよね。ええ、この角も姿も父と母から受け継いだもの。父と母に愛されるべく生まれた私の証。ヒルダさん、もう少しです。頑張って。頑張ろう。行くわ、ギリオーヌのところまで。ああ、俺たちもついてるぜ。これがヒルダの居場所なんだな、きっと。しかしまあ、位置が違うのかな。ちょっとやり直してみよう。もしかしたらなんか位置が違うかも。なんか別の場所から入り口があるのかもしんない。どうもそんな気がしてならない。どうしよう。しかし敵がいる。じゃあとりあえずあれですか、これどういう、ちょっとまあ作りかはわからないですけど、次の展開行くまでカットしちゃいましょうか。どうも皆様、いかがお過ごしでしょうか。岡でございます。テイルズオブリバース到着いたしました。やっていきましょう。来てるよね。さあ姿を見せろ。うおー、あなたが聖獣ギリオーヌ。そうだ、私がギリオーヌだ。ほう。自分が何者かを知れ。道は汝の中にあり、お前はその意味を見出しここに来た。ここに至る間に見たすべてはお前の体に刻まれた歴史、すなわちお前自身だが、お前の迷いは依然としてその心を揺さぶっているようだ。故に私はお前の望みを叶えることにした。え？私の望み？どういうこと？これは一体何なんだ、これは。純粋なヒューマとは純粋なガジュマの体だ。お前の望む美しい体だ。好きな方をお前に与えよう。え？私が望むのは、なんと君の悪い子なんだ。お前はヒューマでもガジュマでもない、ハーフだ。ハーフの何がいけないの？ガジュマになれ、我らのごとく美しいガジュマに。いや、ヒューマこそ美しきもの。ヒューマの体を選びなさい。違う、そうじゃない、そんなものは必要ない。この醜い体を捨てない限り私たちに居場所などない。このままハーフとして生きていくつもりか、ミリッツァ。やめて、やめて。早く選びなさいよ。ヒューマにするの？ガジュマにするの？やっと願いが叶うのよ。いらない、私はヒューマの体もガジュマの体も欲しくない。私には必要ない。決めた。純粋な体を必要としない。それがお前の本心なのか。角を折るほどに忌み嫌ったハーフの体のままで良いというのか。私の体は、父と母がくれたこの体は私の誇りよ。おお、言い切った。ならば試させてもらおう。え？お前の心に迷いがないことを、お前が我が力を与えるに足るものであること。戦うの？己自身を乗り越え、これが最後の試練だ。ん？
え、何？ヒルダ？己自身を乗り越えるってそういうこと？うわー、体力3万、オッケー、頑張れ。いや、ちょっと術に対しての攻撃がちょっと怖いから、もう今度連撃でいこう、ひたすら。よし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 、いいよ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 っていうのもいかがなものかと思うが、うわ重い技が重い、うん、すごいよこれ。もうなかなかその結構持ってくというか、その CPU 使用量。ちょっとこれどうしよう、アイテム使うか。アイテム、ベイグ自身がとりあえずピーチ組で回復しとこう。早く、うん、一応。おー、あっちょい、危ない、すげえ技だなおい。でもまあ、オッケーオッケーオッケー、相手のね、その動きを止めればいいから。いいよいいよ、もう6000ぐらいダメージ与えてる。そう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 、栄翔の時間を与えるな。ナイス、シャイニングレイの強さ、さすが、やっててよかった。あー、ちょっと待った、これやばいな。ティトレイが死にそうなんだよな。アイテム使用でティトレイに、どうしよう、やっぱライフボトルじゃないんだよな。 75% ってことを考えて、これか、グレープグミ、グレープグミをちょっとティトレイ自身が使った方がいいんじゃないか。オッケー、化石頭だからダメージの、うーといっても周りがやばいな。ちょっとどうしよう、ヒルダ自身もちょっと使った方がいいでしょう。もう出し惜しみしない、グレープグミ。あー、ヒルダやられ、ヒルじゃない、アニーがやられた。アイテム、ヒルダが使ってライフボトルをアニーに。でやばいな、これ多分やられる。ナイスガード、よし。一瞬俺ちょっとこれベイグやられんじゃねえかなと思ったけど、よかった。じゃあちょっとピーチ組で、はい、アニーのちょっとなんかダメージがやばいな。よし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 、でもその代わり攻撃に回ればこっちのもんよ。オッケー、素晴らしい。危ない、その広範囲攻撃すげえな、気をつけないと。ちょっとオッケー、よし、だいぶダメージ与えた。あとちょっとよ、見えてきてるからゴールは、その先の。うぃ、1000、素晴らしい。そうそう、基本的に1000ダメージぐらいは与えてほしいね普段。あー、くよく避けた今の。フラッシュテリアとかいろいろあるからな。あ、またダメージが溜まってきた、まずいかこれ。使うべきと見た。ヒルダが使って、ピーチ組、ピーチ組でいこう。ピーチ組、とりあえずベイグ、もう攻撃頭をね、ちょっとやっぱり回復させていった方がいいと。うわダメだった、うわ2人やられた、マジか。ちょっと待って、ヒルダがアイテム使うライフボトルをティトレイに、まずティトレイ回復、はい。そして、あ、まだない、そう、キャンノという図アイテムまだ使えないのか、早く。オッケー、次はベイグ、ベイグ間に合わないか。どうしよう、ヒルダがライフボトルを今度アニーに、一人でも生き残って、よし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 。で、自身、あ、まだだ。こういう采配でも面白いね。オッケー、ヒルダ自身に使ってください。グレープ組で体力大回復。よし、これ、ベイグも危ういな。大丈夫か、これ。あ、まずい。ちょっと、ベイグ自身に使ってくれ。はい、ライ、あ、違う、ライブ組じゃねえ。グレープ組。グレープ組自身に使って。よし、立ち直った。いけ、あとちょっと、6000。ほんとちょっとだから。ストーンブレイク、よし、オッケー。相手の攻撃、今日もちょっと決めてくれ。なるほど、自分、過去の自分に打ち勝つってことなのかな、これを意味してるのは。うー、いけ、あと3、あとちょっとなんだ。これ相手も使ってくるんだ、やーべえ。ヒルダがアイテム使ってライフボトルをキトレイに。さすがにちょっとこうなってくるときつくなってきたな、攻撃、なんかこうボス戦が。うわー、クソ、間に合わなかった。レイグ、ヒルダがライフボトルを、はい、レイグに。よっしゃ、これだとちょっと、もう秒読み体制だと俺は思って、いった、いった。私は乗り越える、私自身を乗り越えてみせる。おお、できれば今のシーンもっと見たかったんだけどな。おお、まあよかったよかった、やったよね。見事だ、
うん。これまでのお前はハーフであることを拒絶し、その力を解放することにためらいがあった。はあ。だがお前はハーフである自分を受け入れ、過去を乗り越えた。今お前が発した光はその証だ。ほう。ハーフじゃない、私は半分ずつのハーフなんかじゃない。私はガジュマであり、ヒューマでもある。そしてガジュマでもヒューマでもない、私は人、ただの人よ。それがお前の見つけた答えなのか。そんな立派なものじゃない。私はただ気づいただけ、自分が何者かってことに。それに角を折るべきじゃなかったって。ヒルダよ、我が光の力を求めるか。求める。フォルス。雷に光り雷光というわけだね。おお、ついにヒルダに力が。お前の両親がここを訪れた時、私はその二人の間に生まれたハーフの子供に希望を感じた。はあ。種族という意識を変えるきっかけの一つになるかもしれないと。私の希望。その体で生きていくことを決意したお前の姿なら、人は希望を見るだろう。その体を誇りに思うお前の心は人の希望となるだろう。お前が我が光の力に飲まれぬことを願う。ユージーン、幻の島を探せ。それが最後の聖獣、ランドグリーズへの道だ。幻の島。ランドグリーズ、幻の島を探せ。さあ行くがよい、残された時間は少ない。急ごう。うん。光のアメジスト、聖獣ギリオーヌから力を得た証。ヒルダ奥義ディバインセイバーが取得可能になりました。まあ、これは後でちょっと設定証拠かな。ヒルダさん、うん、なるほど。いやー、よかった、ヒルダもなんとか復活して。オッケー。というわけで、じゃあ次回へ行きたいと思います。じゃあ外へ出ようか。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。